どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、今日はお知らせ動画なんですけれども、毎月、月の後半に、恒例になっております G ラボウクレレの販売予約期間のお知らせでございます。さあいつからかというと明日でございます。3月20日、お昼ちょうどから G ラボウクレレ、販売予約再開になりますよ。皆さん、公式ホームページチェックしてみてください。いつものラインナップ勢揃いなんですけど、ちょっとその前に今日はね、このお知らせを含む3つのお知らせがありますから、ちょっとね、最後まで聞いてほしいなと。いっぱいいい情報ありますからね。まずこれが1個目ね。3月20日の昼より G ラボウクレレの販売と予約が申し込みできますよということなんですけど、一応ラインナップ紹介しましょう。はい、ブラックビューティーモデル、これガズレレ YouTube でよく使ってるんで、これいいですよ。でこれとか、あとはこの、はい、ガズモデル、はい、これもコンサートサイズ、ソプラノサイズ、それぞれね、さっきのブラックビューティーもありますからね。はい、そしてはい、薄レレ、今回ね、この薄レレがですね、なんと今ちょっとこれ二つ目のお知らせと被っちゃうんですけど、この G ラボ祭り、このバナー見てくださいね、春めかしいでしょ。今ね、 G ラボ祭りの、イベント期間真っ最中ですからね。2月、3月、4月で5月に本番ということです。ちょっとその辺のことこの後解説しますけど、そのね、G ラボ祭りに関する今月のアイテムはこの薄レレなんですよ。はい、こっちがコンサートサイズ、こっちがソプラノサイズ、この薄レレがなんと 10% オフでございます。はい、薄レレ待ってた方、薄レレ狙ってた方、 10% オフですよ。はい、これぜひもうチェックしておいてください。あと今回もう一機種、こちら、このヴィンテージシリーズモデルも 10% オフになってます。毎月ですね、だから2月はブラックビューティーとわがままウクレレだったんですよ。3月はこのヴィンテージシリーズと今言ったこの薄レレが、10% オフなんですね。ちなみに来月3月の G ラボ祭りターゲットのこのウクレレたちはね、ガズモデルと、さっき見せたこのガズモデルと、あと旅レレだ、ちょっと今これ見せます。旅レレっていうのはこれですよ、厚さ2センチ。来月はこれが、この2機種が 10% オフになりますよということなんですけどね。まあまあ、今月はひとまず薄レレとヴィンテージシリーズ最強です、これは。はい、はい、これヴィンテージ、見てください、このすごいの。これ音もね、本当にいい音するんですよ。これちっちゃくて薄いのに、これはソプラノサイズですけど、これコンサートサイズになったらもうちょっとふくよかな音するし、薄レレですからね、これもね。はい、このヴィンテージシリーズもあるし、あとはね、まだいっぱいある。これがあるんで、これがいいでしょ。これがいい。これじゃあ、かっちょいい !G ソリッド。もうこれガズさん、これが嬉しくって嬉しくって。G ソリッドエレキウクレレの、これ GV モデルというモデルで、これが見てください。サンプルのやつでパワーアップしてますからね。これロゴも入って、ポジションマークもこのかっこいいブロックインレイ。そしてネックの周りにもこのバインディングっていう縁取りが入ってですね、かなりでもスタイリッシュになってます。で、このね、これともう一個ね、エレキウクレレ。はい、こっちがあります。はい。GJ モデルですね。これもエレキウクレレなんですけど、これもですね、これは予約になりますけれども、受け付けますからね、明日のお昼。これガズメロで最近よく登場するんで、皆さん見たことあると思うんですけど。でね、これね、G ソリッドのエレキウクレレは、ロージーなんですよ。ロージーっていうのは何かというと、4弦が1オクターブね、低い弦が張ってある。で、この度ね、このタイミングでですね、この G ソリッドについてるこのロージーの弦も発売になります。こんな感じのパッケージになるんですけれども、ロージーです、これ。はい。で、近日中に、多分明日ぐらいにアップロードできると思うんですけど、この V モデルに関しては、弦の張り方がね、ちょっと通常の弦の張り方が違うんで、この V モデルだけの解説動画も皆さんにちょっとシェアしようと思うんでね、明日ぐらいにアップできると思うんで、このウクレレに興味がある人、ちょっと明日もちょっと見てほしいなと思います。はい、ロージー専用弦も発売ということになります。明日、これ、弦の方もですね、明日ゲットできますからね。はい。このね、こっちは弦張り方普通なんでね。まあ、これも明日説明しますけど。てな感じで、もすごいラインナップなんですけど、これに加えて、G オーダー、セミオーダーウクレレも、注文を受け付けて、いきますよと。G オーダーはですね、ご希望があれば、ガズさんが、世界で1本のウクレレできた段階で、レビュー動画を撮って、サインご希望であればしますよというところも、やってますね。これもね、G オーダーもめちゃめちゃいいですよ。あとは、基本中の基本、わがままウクレレもございますということで、結構すごいラインナップということでね、ぜひ皆さん公式ホームページを見てもらいたいんですけど、概要欄にもね、リンク貼っておきます。
できますけど、今弾いて、紹介したね、この全てのウクレレをガズがですね、もうめちゃくちゃこうこだわって弾いて、音とか弾き、なんか音の感じがわかる動画も撮ってるんですよ。弾き比べみたいなね、再生リストもあるんで、それもね、概要欄に貼っとくんで見てみてください。これがね、1個目のお知らせです。明日、3月20日のお昼から G ラブウクレレ販売予約受付ですよ。在庫あるものは即発送。ないものは予約受付させていただいて、次々発送です。あと、これ忘れてた。これ、アンプもありますからね、アンプ。ただし、もう在庫がもうちょっとしかないんで、ちょっと今月は、あんまり在庫ないんですけど、このアンプ、いつもガズメロでね、プレイしてるやつね、これも、おすすめですよ。はい、明日早めに、アンプ狙ってる方は、ちょっとご予約をお願いします。まあでも、一回在庫切れてもですね、また、次の入荷が、入ってくることになってるんで、今回はな、買えなかっても大丈夫だと思うんですけど、はい、そんな感じのラインナップになってます。これが1個目のお知らせ。まだ1個目です。はい、じゃあ次のお知らせ、2個目のお知らせをさせていただいていこうと思うんですけど、これです。Gラボ祭り、これ5月の25日に、本番オンラインで開催なんですけど、 Gラボウクレレユーザーが参加できるイベントになってましてですね、今申し込みも始まってます。それがこのページ概要欄に、ね、Gラボ祭りのところのお申し込みページがあるんです。そこで、お申し込みをユーザーさん限定ですからね、今から買った明日買う人もユーザーになりますから、はい、もちろん抽選になっちゃうと思うんですけど、オンラインででもね、結構大丈夫ですよ。きっと大丈夫。どんどん応募してください。抽選ですけど、きっと大丈夫だと思います。はい。そんなことがちょっとそこに書かれてるんですけど、一体何やるかというと、オンラインイベントなんですけど、もちろんみんなでワイワイセッションしたら、いろいろ質問に答えてる、まあまあ、いろんなコンテンツを考えてるんですけど、一番の目玉は、当たった人もその場で、9時じゃないけど、抽選をして、当たった方1名が、もじゃくんと僕とで、いろいろ話し合って、その方が、一番最適な、Gラボのスペシャルオーダー、セミオーダーウクレレを、その、会話の中で作っていこうという、そんな面白いゴージャス企画。それではその他にもいっぱいね、とんでもない春のね、Gラボ感謝祭りということで、Gラボ祭りやってみるので、これ、詳しくはバナー見てください。はい、そして3つ目、今日最後のお知らせなんですけど、ポップアップショップが4月に、東京お台場にてオープン。以前やったことあるんですけど、東京のね、デックスお台場東京ビーチという外でですね、屋外のシーサイドデッキですよ。これはね、4月なんでね、結構ポカポカ陽気だったんだけど、雨降ったらちょっとね、やばいなって感じですけれども、ポップアップショップが行われます。詳細は後日公開するんですけど、一応日程、4月の20日、21日、土日の 2days です。はい、4月の20日と土日、2days ね。はい、これ、一応東京のお台場でポップアップショップやりますから、ちょっと気になってる、弾いてみたいなと思ってる方、ぜひ、時間を空けといてください。スマホに書いてください、今すぐ。デックス東京お台場で G ラボポップアップショップ全部のラインナップ弾けますよと、いろんなラインナップ試してくださいと。やっぱり実際弾いてみるとね、だいぶ感じが違うと思います。そんなお知らせでございました。3つのお知らせ、まず1個目は3月20日のお昼から G ラボウクレレのウクレレ予約販売と予約がスタートだぞということと、2つ目は G ラボ祭り今キャンペーン期間中です、応募してねというお知らせと、3つ目はポップアップショップお台場お知らせでございましたと。いやー、山盛りのお知らせですね、皆さん。あ、そしてね、ちょっと言い忘れてました。Gラボのウクレレたちってね、まあいろいろあるんですけど、これね、フレット、何フレットまでがいいかって、その人のプレイスタイルによって選べるようになってるんですよ。ピックアップがついてるのがいいか、ついてないのがいいかとか、あとはこの、ボディのサイズとかね、ボディの厚さとかサイズとかね、もういろいろね、Gラボウクレレ選べる設定になってます。ちょっとこの時間からね、この後、解説の動画引っ付けとくんで、何がなんだかわかんないなという方、この動画見てもらうといいかもしれない。ちょっと後、ね、早送りして見てみてくださいね。はい。そんな、動画もちょっとシェアしつつですね、今日のお知らせは終わろうというふうに思うんですけど、明日も春分の日では春になりますからね、春っつったらウクレレデビューするには最適ですよ。皆さんこの動画見てる方はもうすでにウクレレ始められてると思うんですけど、まだ始めてない方が周りにいる方はウクレレぜひおすすめしてください。周りにその時 G ラボウクレレいいよというふうにおすすめしてほしいというので、あとこれもあるな、はい、初めてウクレレこっちがね、そういう時にね、ウクレレ始めてよってこうプレゼントもいいんじゃないですかね。こっちはリーズナブルですからね。これももちろん明日からとか、まあ、こっちは Amazon でもねいつも買えるようになってるんですけど、そんなご案内もしつつ、春から新規一点新しいウクレレ、手に入れようかなという方もすごくいいタイミングだと思います。今だったらいろんな毎月ね2機種
しね、あの 10% オフ出しということでおすすめ期間中で、しかもその後ねすごいイベントも待ってますから、そんな感じで進めていきましょう。3つのお知らせの後にダメ押しでまた言います。 GGD ガスがめちゃくちゃいいこと言ってる主婦の友社から本が出るんですよ。これは皆さん本当ねめちゃくちゃいい本ですから、この本を読んだ後と、読む前と読んだ後ではちょっと音楽に対するこう姿勢、弾き語りする時の感じが変わるかもしれない。僕も本を読んでてかなり来ました。自分の本なのでご期待ください。これも予約してほしいです。概要欄に貼っておきます。こっちのね出版よあの記念イベントもですね、予定してますんで、今週に多分ねイベントの詳細公開できると思います。こっちも情報をお待ちくださいませ。ということで、はい、お知らせでございました。はい、はい、明日のお昼ぜひアズレレ公式ホームページチェックしてください。概要欄に貼ってあります。よろしくお願いします。それではこの後ウクレレどうやって選べばいいか分かんないよという方に詳しく解説する動画貼っつけとくんで見ておいてください。さようなら。これかなり選べる設定になってるんですよ。それでまずはですね、今言ったようなヴィンテージシリーズとかガズモデルとかそういうものっていうのはガズレレ公式ホームページの下の方にですねこのバナーがあるんですけど、そのバナーを見てもらうと詳しいそれぞれのモデルの解説があるんで、もうこっちを見てもらった方が早いかなと思うんですよね。で、そのそれぞれのモデルの中で選べる設定っていうのがあるんで、今からですねちょっとそれを説明していきたいと思います。まず最初にこの初めてウクレレというウクレレについてはフレットとかそういうのは選べないんですよ。ピックアップもなしです。で唯一大きさだけ、これはソプラノサイズですけどコンサートサイズがありますね。それと販売の時にあのアマゾンとかでもこれも販売できるようになってるチューナー付きのセットみたいなのもアマゾンではあったりとかしますね。ちょっとこれだけは、別モデルになっております。でそれ以外の G ラボのわがままウクレレとか初めてウクレレとかいろいろあるんですけど、ちょっとざっくりですけどね、そのモデルによってそれぞれ違うこともあるんですけど、説明していきたいと思います。まずですねサイズの違いですね。はい、これは、薄レレ、同じ薄レレのモデルなんですけど大きさ違うでしょ。はい、コンサートサイズ、間違えた、ソプラノサイズ、コンサートサイズで、もう一個ちょっと大きめのテナーサイズっていうのがあります。ちょっと今ねガズの家にはないんですけど、こう3段階のセットで基調選べるようになってて、全てのモデルではないんですけど一応ソプラノ、コンサート、テナーということであります。これをまず、認識していただいてもらって、あとボディの厚さっていうのがあります。まあ今見させてもらってるのはこれ薄レレといって相当薄いでしょ。ちなみにですねここに普通の厚さのウクレレもあります。これブラックビューティーの普通の厚さ、これサンプルだったんですけど見てください、こんだけ厚さが違うんですよ。これはレギュラーの厚さですね。この厚さもですね皆さんのこのモデル選ばれるモデルによっては、厚さが選べるものもあります。そしてですねこのピックアップというのを説明しましょう。ここにジャックといってこれ穴があって、ここにねコードを挿してアンプに繋げられるっていうモデルがあります。ちょっと値段高くなりますけど、いざという時にこのマイクっていうかこうケーブルに繋いでアンプで PA 音響に、ま、た通せるよという機能をつけるかつけないか選べます。そしてですね皆さんが気になるのはフレットの数が選べるっていうものはあるんですね。まあほとんどこれフレットの選べるんですけど、見てください、普段よくガズが使ってるこれガズモデルですけど、これはですね10、11、12フレットのモデルなんですね。そうするとここに指板がこういう風になって、ガズはここでよく弾いてるよって言ってるんですけど、これが12フレットなんです。そして、片やちょっとこれ限定モデルでこの販売はないんですけど10周年記念モデルなんですけど、これ見てください、フレットがここまであるんでしょ。フレットのこれ見てもらうとフレットが分かる、ギリギリまでフレットがあるのとね、ほら全然違うじゃないですか。こっちは12フレットまでだけど、これはねもっとあるんですよ。何フレットまであるかというと10、11、12、13、14、15、16フレットまであります。はい、これ何が違うかというと、まあ高音の方が弾けるわけですね。こういうふうに、はい、ここを使いたいよという方、はい、これはソロウクレレとかなんかフレーズで上の方も使いたいなという人はフレットが打ってある方が選ぶといいと思います。まあ、ガズはですね基本的にあんまり上の方の音を使わないというのと、ここのね木のここの指板の上でガズはこうストロークするのがすごくやりやすいんでね、あえてここにフレット打ってないと選んでるんですけど、これ選べるのが G ラボウクレレの特徴でございます。これいいですよね。プレイスタイルによって選べると、ざっくりですけどモデルによってねちょっと色々細かい違いはあるんですけど、どうやって選ぶかというと概要欄に貼ってあるウクレレのね詳しくはこちらみたいな、ホームページのトップページのこのバナーなんですよ。ここに行ってもらうとそのモデル、例えばガズモデルだったりブラックビューティーをクリックすると選ぶこうプルダウンの設定で選んでいくみたいなのがありますんでね、
はい、そんな風になってます。あとね、あのセミオーダー、 G オーダーっていうセミオーダーがあるんですけど、こっちはですねかなり自由度高く選べるようになってます。そして私わかんないなとか、どういうのがあるんだろう、わかんないっていう風に思う方、スタッフがですね相談に乗りますんで、お気軽にですね、お問い合わせください。どんなあのお問い合わせ、あのプレイスタイルとか相談して、スタッフが皆さんに助言をすることができると思いますんで、まあまああの知らないね、選べるって言ってもどんなのかわかんないって方もいらっしゃると思いますから、お気軽にあの相談していただければというふうに思います。 G オーダーはですねもう本当ものすごい可能性があります。色ももう何十種類からも選べるようになってますからね。はい、そういうことがですね、まあさっきも言ったように、ガズレール公式ホームページのこの辺のところにずらっと並んでますんで、ちょっと一回よく見てもらってですね、ガズレール、 G ラブのウクレレのことをちょっと知ってもらうと嬉しいかなというふうに思います。はい、そんな感じで選べる喜びがあるのがねこの G ラブウクレレの素晴らしいところで、でも一個だけ、よー、間違いないウクレレですから、もう最強最強最高のウクレレ、音がもう弾きやすさ、弦高の低さと、このプレイビリティの高さですね、めちゃめちゃいいです。一回弾いていただいた方はこのね良さをもう分かっていただけたと思うんですけど、これ薄いんですよ。この薄さなのにこの鳴り、もちろん普通のレギュラーサイズのウクレレだったら、まあさらにふっくらした音が鳴るとか、まあいつもですねあのガズレレ YouTube のレッスン動画でこのとろけるようなサウンドを、弾いていただけてると思うんですけども、本当にねあのいい音です。よくなります。そして育てていき、行くウクレレなんですよ。ジーンズとかレザーみたいに使えば使うほどその人の色に染まっていって、やっと買った時よりもどんどん良くなってくるんですよ。いろんなこと、音も良くなってくるし、雰囲気も丸くなってきて、とろみが出てきて、なんかこうやっぱりね優しみが出てくるっていうか、そんなハンドメイドウクレレです。これ本当に一本ずつ手が凝ってる、もうすごいんですから、ぜひ見た皆さんね、これチェックしてもらいたいです。